ですね、想像をちょっとはるかに超えまして、たくさんのご質問、ご意見を、頂戴いたしました。従いまして、先ほど申し上げましたように、全員の方のですね、ご意見、ご質問を、ご紹介するというのが、ほぼ、非常に難しいというふうに考えておりますが、できるだけですね、その、エッセンスというか、要素をかいつまんで、簡潔にパネリストの方にお答えいただくという形で、お願いしたいと思います。またですね、ご質問いろいろ多岐にわたっていただいておりますが、比較兵器地帯のことに、ちょっと限定した質問を拾わせていただくということもご承知いただければというふうに思います。で、実はご意見としましてはですね、日本政府が、の姿勢がやはりその北東アジア非核兵器地帯を前進させる上で、非常に問題であると。で、そのためにその市民社会、日韓も含めて、活躍がですね、今後の、活動の、進展というものが非常に重要であるというご指摘を、複数名の方から頂戴いたしました。では、ご質問を、いくつかですけれども、何人かの方からですね、北朝鮮、やはりその、特に平岡さんのご発言の中に、その非核兵器地帯というのは、やはりその地帯内の国が、内部からその自発的に動くということが重要だというご指摘がありまして、でそれと、絡みまして、その北朝鮮がですね、自らそのような、イニシアチブを持つというためには、どのような過程プロセスがですね、考えられるかということで、これは平岡さんの並びに飯テコさんからも可能であれば一言ご意見をいただきたいというふうに思います。よろしいでしょうか。で、次にですね、少しいくつか質問を先に申し上げますので、皆さんどうぞ考えて、他の方がお話になっているように考えていただくということで、ウィルソンさんに対して、その核抑止論がですね、危険であるというお話にあったような考え方は、実際その核保有国、自国、ウィルソンさんのご出身のアメリカも含めて広がっているのかというところを、お話しいただきたいということがありました。それから、塚田さんに、ご質問ですけれども、お話の中にありました、その、世界市長がですね、首長が参加をしている、メイヤー・フォー・ピース世界今、首長会議ですね、こちらの、動きに対する、特にその北東アジア非核兵器地帯ということに、絡みまして、その期待感、あるいは平和実現へ その役割をですね、今後どのように考えているかということをもう少しお話しいただきたいということがありました。で、それからですね、水本さんの方にご質問です。ちょっと性格を消すために若干読みますけれども、最後にお話しされた、今後の展望の中で、歴史問題、領土問題をめぐる対立を、その北東アジアの非核化という目標と、切り離すということがお話の中にあったわけです。しかし、これはですね、日本の立場の見方に過ぎないのではないかということも指摘が可能かというふうに、思われます。中国、あるいは韓国、北朝鮮の立場から見るとですね、そのように切り離して考えるということが、実際、受け入れ可能なのか、意味があるのかと、あるとすればどのようなものかということを少しお話をいただきたいということを、ございます。で、同じくですね、そのウィルソンさんにさっき のご質問に少し追加をして、よりちょっと具体的なところでもう1点お話をいただきたいんですが、その拡大核抑止力がですね、そのより明確化するための、動きとして、その日米拡大核抑止協議というようなものの動きがあります。こういったものに対するコメントも合わせていただければというふうに思います。あと、今日ここにいらっしゃる海外ゲストの方から2点ご提案というかコメントがありますので、ちょっとそれは今のですね、一連のご質問が終わった時点でまたお話しさせていただきたいと思います。ちょっと駆け足になりましたが、それぞれの、スピーカーの方からできるだけ短く、なかなか短くお答えできない、質問ばかりかと思いますけれども、お話をいただければと思います。ではとりあえず、準不動ではあるんですが、準備のできた方、あるいは私から
呼ばせていただいてよろしければ、ウィルソンさんいかがでしょうか。Two questions. Is the idea that nuclear deterrence is dangerous, is that spreading in the nuclear states? I don't think so. But the bad news is that people want nuclear weapons to keep them safe. They want nuclear weapons to keep people in the United States. They want nuclear weapons to protect them. So they try not to hear that nuclear deterrence is prone to fail. So that's the bad news. The good news is that attitudes can change very quickly. So I am hopeful that people will begin to see nuclear weapons and nuclear deterrence quite differently in the near future. Consultations between U.S. and Japan on extended deterrence. My only comment is I think that Japan should encourage the United States to not extend deterrence over anyone, because I think the evidence shows that extended deterrence cannot be reliable. And basing a strong relationship on a promise that cannot be reliable is not a good way to proceed. ありがとうございます。大変簡潔にお答えいただきました。では、続きましても順番でいきましょうか。じゃあ水本先生か水本さんからお願いします。ありがとうございます。歴史問題、領土問題を比較化の問題と切り離すことができるのかというご質問ですが、国家レベルの外交当事者がいるのは外交交渉の時に切り離すことは別問題として、双方がそういう立場に立たないかというのは可能だと思いますが、私が切り離すべきだと申し上げたのはむしろここに来られる皆さんがあるとか、市民社会の人たちが核問題を論じるときに、歴史問題、領土問題と切り離して考えるべきという空気を、それぞれの国の市民社会が私は持つべきだと思うんです。一つの理由は、例えば竹島特区、あるいは尖閣、どちらの属するのかということを、本当にエビデンスを持ってし、国民に連れしては知っているのかどうかと。我々は外務省がそういうからしていてるということかもしれないし、で原爆被爆の惨状が非人道的だったと、我々は国民は政府に言われなくても、むしろ政府以外の我々は実感してますが、この領土がいつからこうどちらに属するようになったかという説明を、我々は自分で納得して信じているのか、そうじゃないと思います。むしろそれは国が言うからそうであって、領土問題という踏みを突きつけられると、途端にナショナリストになってしまうメンタリティ。オリンピックゲームでも途端に自分の国を応援するようにですね。そういうふうなメンタリティにした方が都合がいいのは、ナショナリズム、国益を国益で踏み止めの対立関係に持っていって、世論を区別したいという人には都合がいいかもしれませんが、平和問題とか核問題を考えるときには、私はそういう領土問題を、市民が領土問題になると途端に、日韓、日本と韓国の人が溝ができてしまうという空気は非常に非健康的だろうと思います。私は個人的には竹島特区が固有の領土、どちらの領土かというと、私はそういう固有の領土という概念は近代化の中でできたものですから、例えば江戸時代には竹島に近い海村と松島と呼ばれて、もともと竹島と呼ばれて大きな島、そこには徳川幕府は東北渡航禁止令を出したこともあるし、李氏朝鮮は無党化政策を取ったこともありますし、そういう意味でそういうことを究極のどちらに属するかということを、それぞれの市民の人が本当に納得して、それを納得、歴史家でない限りそういう問題を私は切り離すべきだろうと思う。私は個人としては、だから各国の人の話とかには率直に申し上げて、どちらがこれに出ようという考え方自体がナンセンスだと思う話だと思うんですけど、申し上げたのは、だから皆さんが考える上で、核問題を考える上では、そういうふうに
お互いの国、お互いの市民社会がそういう問題と縛られない形で議論した方がいいのではないかというふうに申し上げました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では続いて平岡さんお願いします。はい、私あの質問というのは、当事国自らのイニシアティブが大事だという点についてそれぞれの国がどういうふうにして、そのイニシアティブを発揮していくことができるのかというような質問だったというふうに思うんです。まずはですね、私はあの日本と韓国が大事だというふうに思って、これまでも、韓国にも参りまして、あるいは韓国から国会議員の人たちにも来てもらいまして、いろいろと活動し、共同声明も出してきたということでございます。日本と韓国の何て言いますか、こう政治体制というのは、ある程度こう、お互い理解できるところも、あるのでですね、そういう意味では、日韓のまず共通の認識を持っていくことが大事ではないかというふうに思っているんです。そのためにもですね、ぜひあの日本の国内で、この北東アジア非核地帯、が大事なんだというそういう意識を広めていきたい、市民社会の中でもそれを支持してくれる、そういう状況を作っていきたいというふうに私は思っているんです。それでちょっとですね、先ほどの水本先生の方から、今年3月に出たですね、あの外務省 の, あ の, この核軍縮に関する白書の第6版の中に、この3プラス3の北東アジア非核地帯構想というものが、一定の注目を浴びているんだというふうに表現されたということが紹介がありました。私大変あの、意外に思うとともにですね、なんで、自民党政権になってこんな表現が出てきたのか、民主党政権 の方がですね、もっともっとこの問題については積極的に取り組んできたのに、外務省はなぜそれを取り上げなかったんだろうか。あの岡田克也が外務大臣だった時にですね、あれほど彼が熱心に北東アジア非核地帯の話をしていたのに、なぜ彼が国際的な会議の場でですね、それが言えなかったのか、それが言えるような環境が外務省の中で作れなかったのか、それがどうしてこんなふうに変わってきたのか、それをちょっと私もですね、非常に関心を持ちました。外務省は変わればできるというつもりはないんですけども、しかし岡田克也が外務大臣の時に、もしかしたら国際会議で言える環境を作るとしたら、やっぱり市民社会の支持があるということが大事だというふうに私は思います。そういう意味であの市民社会の中でですね、北東アジア非核地帯条約というものを作っていこうよ、行こうという、そういう動きがですね、私は出てくることを期待をしたいというふうに思います。期待をするだけじゃなくて、我々が努力をしなければいけないというふうに思います。それからあのその当事国自らのイニシアティブの中で、じゃあ北はどうなのか、北朝鮮はどうなのかという問題が あると思うんですけれども、先ほどあのイ・テホさん の,、プレゼンテーションがありました。その中で私よく知らなかったんですけれども、だからそういう意味ではちょっと間違って聞いてるかもしれませんけど、今年6月に、北朝鮮の国防委員会がいろんな自分たちの政策を発表したと。その中に、北朝鮮としては、アメリカが韓国や日本に提供している核の傘を取り除くことを一緒になって、やることを提案したというようなくだりがあったというふうにちょっと説明があったと思うんですね。で、実は私たちがこの北東アジア非核地帯条約案を提唱したときに、特に外務省が言ってたのは、まず北の核放棄が北の核の廃絶がまず先だというのが、外務省の論であり、多くの、有識者の論理なんですね。しかし北にとってみたら、北朝鮮にとってみたら、自分たちだけが核兵器を放棄して、じゃあ日本と韓国は核の傘のままでいるのかとなるとね、やっぱり北朝鮮としてもそこはなかなか乗ってこれないじゃないかと。やっぱり私たちはこの朝鮮半島と日本列島を含めてですね、全体としてこの地域をどうするんだということを国際的に示すことによって、初めて私は
北朝鮮も核の放棄ということをですね、まあ、意欲を出していくんじゃないかなという、そんな気がするんですね。だから北朝鮮が言っていることが正確には私は分かりませんけれども、北朝鮮が求めているのはまさに、自分たちだけの核放棄じゃなくて朝鮮半島と日本列島全体での非核かなというふうに、まあ、北朝鮮が、まあ、政府レベルで思っているのであれば、私は ある意味ではこれからの北東アジア非核地帯条約の実現にはかなりこの展望が開けてくるんじゃないかなというふうに思いました。市民レベルのイニシアティブでは北朝鮮の場合はないかもしれませんけれども、北朝鮮の政府が、国防委員会がそういうことを言っているのであれば、道が開けてくるのではないかというふうに思います。ありがとうございます。ではちょっと塚田さんにですね、次ご質問にお答えいただく前に、北朝鮮のその内部からという視点において、イーテホさんからコメントがあれば一言お願いいたします。Actually, in 1990s, when North Korea nuclear program issue dispute began, North Korea didn't require nuclear weapon-free zone. You just mentioned denuclearization of the region. But recently, especially after second and third nuclear test, North Korea required another option. I think the other option is the nuclear weapon free zone on Korean Peninsula. South Korean government and the US government have some responsibility on this kind of change, because as I mentioned in my presentation, South Korea government and US government have not They didn't keep their promise on negative security assurance. So the rule of game was changed. And already in North Korea became to have a small nuclear weapon against any sanction and other the military threat from the U.S. and other neighboring countries. So the price of the North Korean nuclear program became high. And so we should pay the high North Korean program. And actually, 4 years ago or 5 years ago, many Korean people, including researchers and experts, didn't mention about nuclear weapon-free zone.
But recently, some researchers and some policymakers begin to discuss about nuclear conflict zone. I think it is because so-called realistic policy, realistic approach haven't failed in Korean and Korean Peninsula. So some people, some policymakers and some researchers start to rethink nuclear umbrella issue. So I think it is positive and it is a kind of opportunity to increase the zone in Northeast Asia. はい、ありがとうございます。それではですね、先ほどお伺いしていた平和首長会議 の, かあの動きの可能性についてという点と、実はちょっとあの追加でですね、もう一つそのせ、まあ、今次の世代のですね、若者が、まあ、あの同じくこの動きにですね、どのように、まあ、こう関与していくことができるかということも含めまして、あの塚田さんもそろそろあの中堅に差し掛かっているので、あまり若者の意見を代表するかどうかあの分かりませんけれども、あのそこも含めてちょっとごあのお話をいただきたいというふうに思います。はい、ありがとうございます。ちょっと 1.3 一つ目の方で確認したいんですけども、非核協定の平和首長会議の取り組みですか。はい、わかりました。ありがとうございます。あの質問、先ほどの質問の理解した範囲だと、北東アジア非核兵器地帯に関する、平和首長会議の取り組みにどう期待するかという質問だったと。そうですね。あの、はい、北東アジア非核兵器地帯構想の推進を含め、前、含めですか。少し。わかりました。はい、わかりました。平和首長会議そのものが北東アジア非核兵器地帯を前面に掲げて動くということではないと思います。というのはですね、あの今年も4年に1回平和首長、今でいう平和首長会議ですね、前の平和首長会議ですね、が4年に1回総会を開いておりまして、今年の8月3日から6日まで広島で行われました。で、私もちょっと参加していたんですけれども、その中で最終日に広島アピールというのが、あの、松井広島市長が議長をされて、取りまとめをされていました。で、その中でも、中で入っているんですけれども、平和首長会議は世界、全体、地球規模での、まあ、今約6000都市が加盟する非常に大きな、力を持った、まあ、NGO であり、自治体ベースの、核兵器廃絶へ向けた、ネットワークですけれども、地球規模でやっていると。で、その中で各地域、その中の参加加盟国が各地域でそれぞれでできることを地域ごとで、まあ検討しながらやっていく、また自分たちの一つ一つの町の単位で、草の根からまた自治体という立場から、やっていくということだと理解しています。で、あのなんですけれども、あのその、この間の総会の最終日で採択された、広島アピールの中には、まあ、北東アジアということも、含まれていまして、ちょっと読み上げますけれども、核の緊張が高まる中東、北東アジア、南アジアなどの地域において、国際的、地域的な平和と安全保障を促進するための具体的な施策や枠組み、信頼醸成のための措置を整備することが必要であるというふうに書いています。で、この、あの信頼醸成の、平和のための信頼醸成の、まあ、措置を整備していくということは、要するに、あの今日ちょっと先ほどお伝えしきれなかったので補足したいんですけれども、3プラス3案も含めてですね、北東アジア非核兵器地帯というのはゴールではなく、プロセスである、そのものがプロセスであるということです。で、目指すべきは、北東アジア非核兵器地帯条約の達成ではなくて、そのさらに先の、北東アジア非核兵器地帯を達成した上での地域間の、各国間のあらゆるレベルでの信頼醸成、お互いに信頼できる関係を作っていくための一つのツールとして北東アジア非核兵器地帯条約を使っていくということなんです。ですので、今の平和首長会議の、このアピールとも、もちろんリンクしますし、あとはあの実際にこれまで達成されてきた、非核兵器地帯条約というのが実際にそういうふうに、活用されてきていると
ということがあります。直近の例でいきますとアルファベットの、略語でセラックというふうに言うんですけれども、ラテンアメリカおよびカリブ海、諸国共同体というのが、ここ最近できまして、でそこが核廃絶、最近といっても2011年末だと確かあるんですけれども、核兵器廃絶の、決議をアピールを上げています。でその中で、人が住む地域、要するに南極を除いた地域では初めて非核化を達成した地域としてラテンアメリカおよびカリブ海諸国はそれを誇りに思っているということを思っています。でその上で、非核化ということは、地域の信頼情勢を作っていく上でこの非核兵器地帯というものは機能するんだということで、私たちを、まあ、前例としてあの世界にも、でそこの中で中東や北東アジアというふうに確か直接言及していたと思うんですけれども、いうことを、挙げています。ということでちょっと質問から拡大返答をしてしまったんですけれども、そういうことが重要だと思って補足を、含みました。で先ほどの、若い世代への、継承というか次の継承というか活動を担い手をどう作っていくかということだと思います。で私自身、あの中村さんとはピースデポであの割と長い年月一緒に仕事をしていたのでいろいろ分かっているんですけれども、そうです。僕自身も今ハッピースーパー働き始めて、まあ、5年ぐらい、学生時代からこの、まあ、世界でというかかかり始めて、まあ、10年弱ぐらいなんですけれども、やっぱり個人的な体験ですよねを、いかに出会える場所を増やす、場を増やすかということだと思うんです。で先ほど冒頭でちょっと、自分私事なんですけれども、最初の、長崎と広島で被爆者の方々のお話を聞いて、自分がこの核兵器廃絶の問題を自分の問題に内面化したという言い方をしたんですけれども、やっぱりそういうことだと思うんです。であと個人的には沖縄の基地の問題とかも非常に、自分の問題として東京の人間として何ができるかっていうので考え続けて、それなりに活動を続けてきてはいるんですけれども、やっぱりあのそういう出会いを見つける、で本当に上段から、構えてこの分野ってあの横文字ばっかりですし逆語ばっかりですし、若い人たちが本当に新聞とか活字を読まずに Facebook、Twitter をメインに情報を収集しているような世代からすると本当にあのなんて言うんでしょう、つまらないというか、やっててどうなのかっていうのはあるんですけど、とにかくあのいろんななんて言うんでしょう、チャンネルを増やすっていう、機会を増やすっていうことだと思います。ちょっとあの細かい話は長くなるのであれなんですけど、とにかくあらゆることを、前提を抜きにしていろんな可能性を探っていくっていうことを、重ねていけば、どの時代でも担い手は出てくると思います。すみません、ちょっと漠然としています。ありがとうございます。